え今日は、トリンタジマラソンや今日3月30日金曜日で、まあ、ブラジルはキリスト教の国なので、セスタフェイラサンタっていうので今日は肉が食べれません。おじノンポジカールニーノンポジコメカールニーポルケディフィニドジキリストヘスペイトヘスペイトアモーチジクリストヘスペイトモーチジキリスト、まあ、キリスト教の決まりで肉が食べれないのでバカリャオっていう魚、ね、バカリャオっていう魚を食べるのが定番みたいです。なんか今日キリストが死んで、あさっての日曜日にもう一回生き返る。バカリャオ。オジモヘオジモヘネ。シン。ドミンゴ。シンナ。オジモヘナクルス。クルス。ご飯炊き。こんにちは、プレイ。はい、ということで、そういった決まりで、今日は魚を食べる日なので、魚をいただきます。バカリャオっていう魚、いただきます。はい、それではバカリャンをいただきます。で、バカリャンを調べたらバカリャン、バカリャン、タラ、タラ、日本語だとタラらしいです。これまあキリスト教の国々ではこうやってこの日3月30日セスタ、セスタフェイラジセスタフェイラサンタにバカリャン、タラを食べるのが定番のようです。いただきます。うん、美味しい。美味しいです。ごっそうぞ。バカリャオ、バカリャオごっそうぞ。はい。という感じで。こんな感じです。はい。で、このバカリャオ、タラは、塩がすごいついてるから、ムイトソウルね。バカリャオってムイトソウル。だから、塩を取るのに3日間必要だったそうです。3日間水につける。バカリャオってムイトソウルポリソウプレシーゾトレストレスジアスパラチラチラサオ、はい、ああうんじやカタジやカタジや2回トロカします。はい、アグアトロカドイスベイですね。ポルポルジア、はい、だそうです。タラタラの情報でした。バカリャオインフォルモサウンジバカリャオ。Yeah.